君のようなつぼみさ、華やかで優しくてそう笑ってごらん大丈夫。顔を上げたら花も街も鮮やかふし。 みなさんこんにちはこんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私光家の音三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはい、三、えー、月に入りましたけれども <laughs> えー、三橋経済塾の第10期第3回講義が3月20日に、はいえー、開催されますゲスト講師は大石久和先生でございますで、今から入っていただいても、えー、藤井聡藤先生であったり林千和先生の講義をインターネットで視聴することは可能でございますのでぜひ皆様ご入塾いただければと思いますさあデイビッド・アトキンソンはい 最近なんかデビッド・アトキンソンむしろ好きになってきてないですか？<laughs> なってきてるんですかね。<う>先生がなってるんじゃないんですか。<laughs> 先生がなってるかもしれないですけど、はい、あの私あのまあデビッド・アトキンソンが政府の成長戦略会議で主導している中小企業改革について猛烈に批判してますけど、はい、これはまあ要は彼が言っている話が嘘だからなんですが、まあ嫌な話嫌なあの感じだなと思うのは前半正しいんですよね。<laughs> つまり日本の問題は給料が低いことですとでなぜ給料が低いかというと生産性特に中小企業の生産性が低いことですなんで生産性が低いんですかそれは投資しないからですとこっから違うんですよね。じゃあなんで投資しないんですかまず中小企業は甘やかされているからですとか数が多すぎるからですと、うん、いう理屈を唱えてそれで中小企業の M&A を、はいえまあ、かなりえビジネス的に立ち上げて、うん いろんな中小企業を集めてガサンとこう中堅企業を作っていらない部分を切り捨ててそれでまあどっかに売り飛ばすというまあそのまああのスキームをすでに説明しましたけどまあ,あれをやりたいと、はい、でこれは別にあの今に始まった話じゃなくて2000年代の初頭に大企業であったり銀行に対してやられたまあハゲタカビジネスなんでございますね、はい、ただからそのあの時代だからすごかったんですよ あのもう銀行という銀行がどん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 統合しているその前提っていうのがありまして、まあ、中小企業改革もそうなんだけど経営が悪化してないとだってね絶好調ですっていうところにそんなこと言ったって「何?」ってできないき大きなお世話だって言われるだけじゃないですか <laughs>、はい、だから今回のコロナ禍っていうのは彼らにとって非常に都合がいい,チャ,いチャンスなんですよね嫌、はい、な話でございますが。 とということでですね、まあ、あの地銀の再編もやられるでしょう、はいで、中小企業の改革もこのままでやられちゃうでしょうということで猛烈に批判していたわけです。なぜならば、まあ、それは中小例えば地方銀行の経営が悪化している理由は、それこそ地方銀行が多す,多すぎるとかじゃありませんからね、うん、だってデフレで借り手がいないんだもん、はいはい、それでどうやって経営を改善するっていうんだって話、で中小企業も同じね、当然ですけども、えデフレで仕事がないと。 いう状況で生産性向上の投資をする人はいないだろうし、はい、もしいたら私止めます <laughs>、はい、いやちょっとやめときましょうと、うんはい、いう話であの投資がされないから生産性が低いから給料が低いという状況なので、はい、要はデフレの問題です、うん、でねなぜデフレですかと総需要が不足しているからですと。はい 何何回も何回ももこう説明ししてきました特にデイビッド・アトキンソン氏に対しては、はい、もうあの個人をこう名指しでね、はい、間違ってますよと、うん、間違ってますよと言ってきたら、えー、アトキンソンソさんんがお返事くれたんです、はい、ブログはですね、えー、いつでしたっけこれ2月18日です、はい、でデイビッド・アトキンソンさんがあの私の説にもろ なぜ、まあ、してないんだけど言葉の使い方からして完全に私なんだけど、うん、反論してきたんですよ。でそれがですね東洋経済に掲載されたんですけど、はいまあ、彼は「デフレだから生産性向上は無理」という勘違いというようなこういう紀行、うんえー、をされましてすごいですよ、ね、これ生産性向上率とインフレ率には負の相関があるというですねすごい話を言い出してつまりインフレになると生産性の伸びは下がるっていう話なんですよ。 えっって思いますよね。<laughs> はい、ということはあれかとじゃあデブレになったら生産性向上率上がるんかとそういうことになりますよね上がりっこないじゃないですか、はい、上がりっこないこういうこと言ってきたんだけどこれ彼何をやりたいかというとね分かったのこの中で彼はこの3つの主張について違ううよっていいいのを言いたいんです、はい、まずデブレだから生産性の向上は無理総需要が不足しているから財政出動が必要 積極的に財政支出を増やせば生産性は上がるというのはこれは本当かいやとこれほら違うって言いたい,言い,たいんだけどこの言葉の使い方からして私の誤解でも,も完全に俺じゃないかと、はい、いうことなんですけどでまあこの論説は読んでいただければいいんですけどね彼面白いなと思うのは時々断言してで時々逃げるんですよ逃げるってだってどう考えたってあのインフレ率がその あの下がったら生産性が高まる生産性向上率高まるつまりデフレになったら生産性向上高まるっなんて嘘じゃないですか、はい、絶対に、うん、でそこそれをもろに断言しちゃうと後で攻撃され反論されるかもしれないだけど断言はするみたいなねすごい上手い文章のテクニックを使って、えー、かもしれないみたいな感じなそうなんですよかだからね例えばここね。 えー、結論から言いましょうということでいきなり結論を言ってるんだけど、はい、実は歴史をひも解くとインフレ率と生産性向上の率は負の相関係関係にありますとインフレ率が高くなればなるほど生産性の向上率は下がるのですこれ断定じゃないですか、はい、断定で、えー、この相関関係は、えー、全世界で確認されていますとまたこの傾向は現代だけではなくて約130年間のデータを見ても同様の傾向が確認できます なんか信憑性ある感じに見え,え思いますよね普通の人は。<laughs> えーそうなんだとそうなんだと。でえここねえ各産業別のインフレ率の方がその産業の生産性向上率との関係が強いという結論づけてますと,云々とうんぬんかんぬんといろいろ書いてるんですけどね例えばこうですねインフレが生産性にマイナスを影響を与えるのであるその逆ではないと。インフレになると我々はどう,やどうやら投資をしないようなんですけどね彼が言うには。ということでございまして。 えー、でこう、まあ、要はデータを見るとデフレ犯人説には違和感しかないって話なんだけど今まで断定してるじゃないですかはい、はい、それでじゃあ実際の数字を使ってやってるとどうなのかなと思うとですねこれが面白くって、うん、日本のデータを使ってるんですでなぜか1991年以降のデータなんですつまりデフレバブルが崩壊して97年の緊縮財政でその後デフレ化した時のデータを使ってるんですけどこうデータで検証すると関係は一目瞭然だそうです、うん だそうですということでグラフを使ってるんですよ、まあ後で見せますけどねこ,ここの聞き方がね、はい、非常に面白いんです、えー、しかもデータを見ると日本の生産性もインフレ率と負の相関関係にありますただし決定係数は0.0732まあ低いですねインフレ率だけによって生産性向上率を説明することはできませんこのことからインフレではなかったから生産性は上がらなかったという理屈は明らかに成り立ちません,ん何を言ってんだ <laughs>、うん、え決定係数って何ですかあのね,これねあの 2つのデータの相関を取って、はいうん、それで、えー、決定係数っていうのを計算して、まあ、ぶっちゃけで言うと45度にグラフが45度になったら相関関係が強いとういうことなんですね。ということで、はい、あのアトキンソンさんが使っていた図これなんです。うん、日本のこれインフレ率横軸インフレ率、はい、で縦軸労働生産性向上率ということでそれの相関を取るんですよ。すると、まあ、この場合はアトキンソンさんのこの,あこの話の場合はこうだな。 こういう角度になったら彼の説が正しい。はあはあ、すなわちインフレになったら生産性の向上率が下がるということです。インフレになったら生産性の向上率が下がる。それが負の相関。負の相関です。正の相関だとこっちの45度になります。はあ、はいでこの係数があの高ければ高いほど角度こうなってたりこうなってたりするんですよ。はあ、これを見るとですね、まあ確かに何度彼が言ってるようにインフレになったら労働生産性が下がっているように見えるんです向上率が。はい、あ。はい。でもまあ相関は弱いですよということなんですね。はあ もうちょっと急じゃないといかおかしい、はい、で加えてあのデフレになったら生産性向上しないって言ってるのに、はい、私が <laughs> なんでデフレ圏のデータ持ってくんじゃという話なんですよね、はいはい、で私がですねあのちょっと検証しようということで、うん、え生産性の向上率について、はい、あのちょっとまあ彼は労働生産性向上率使ってるんだけど私もうちょっとマクロ的に確,確実なものを使いたかったので就、はい、業者1人当たりの 実質の生産すなわち実質 GDP の上昇率で見ることにしたんです、はいはい、この方が硬いと思いますあの全体的な傾向としてはそれ面白いんだけど、えー、アトキンソンさん91年から2019年までのデータを使ってますけど私は95年から、えー、2020年まで使いました、はい大体同じグラフの傾きになるんですよ相関のこの曲線が、はい、面白いですよ あってんんじゃんアトキンソンまあ係数、うん、係数というか相関関係弱いですよ、はい、アトキンソンさんと同じでただ傾きは同じなんですよでもこれデフレ期の話であってこの時に例えば生産性が向上した一番大きいところで4%で生産性の向上率がマイナスの時もあるわけですよ、うん、でこれ,これこんなの見てもしょうがないんじゃん要はね生産性の向上率がこの全体の平均だと確か0.5%ぐらいなんですよね<ー>だからそもそも生産性向上してないんですよ、はい、デフレデだから、うん それででなんんデデフレーキのデータを持っていくんだろうだからインフレ機のデータを使わなくちゃいけないなと思って、はい、同じく就業者1人当たりの実質 GDP の伸び率、まあ、生産性向上率を高度成長期で見てみた<ー>インフレ率の相関。さあこうなったん <laughs> 傾き変わっちゃったんこうだったのがこうなっちゃった逆,逆になっちゃった。はい、で、えー、これ生産性要はインフレ率、まあ、GDP デフレーターで見てますけどインフレ率が上がれば生産性があの向上する傾向があると。 ということでアトキンソンさんのグラフと傾きが変わっちゃったんですよ、ねうん、アトキンソンさんですか私も95年以降作,作ったら同じ傾きだったけどこう,こうなっちゃったでそれ以前の話としてね、はい、95年以降の生産性の向上率平均0.53%なんですよ6に生産性向上してない、はい、これどのぐらい低いかあのポール・クルーグマンが言ってましたけど人間というのは働き続けるといろいろノウハウをつけたり慣れていくじゃないですか、うん、勝手に生産性上がるんですよ。 年 2%, うん、うん、2ぐらい上がるって普通にそれより低いってことだそれより低いそれより低い <laughs> だから人間の生産性向上の部分を設備の劣化とかによる生産性の低下が上回ってるんでしょこれ、はい、で高度成長期の生産性向上率の平均は7%ですって、はい、だからインフレ期には少なくともデフレ期と比べたらはるかに生産性向上率高いわけですよ日本は日本は。日本は 何を言ってるでね、なんでこんなこと言ってるかなんですよ、彼は。はい、で、彼は、実はね、彼の気候の最後を見たら、結局が、彼が何をやりたいかが分かるんですよ。これ4番目で、すねで最後見ましょう、ここ、まああの。需要を増やす必要があるという結論であります、つまり私が言ってることです。はい、その延長線上で政府が財政支出を積極的に増やすべきという主張が出てくるでしょう、うん、主張してますね、確かに。 しかし、政府支出さえ増やせば需要が戻ってデフレではなくなり生産性が上がるというほど単純なものではないことも真剣に考える必要があります。そそうですかそうですかそうですすかか、はい、ということで、えー、要するに生産性の向上というのはインフレやデフレが直接的にもたらすものではなく、そんなバカなじゃ高度成長期何なんだと、うん、他の要因が複雑に絡んでくるので、これ,これはまあ事実でしょう。で、はい、でもベースはインフレデフレレデしょう当たり前だけど、うん さらに根本的な要因を探し出さなくては答えにたどり着けないのですだから根本的要因はデフレインフレですはい。で次回はここがポイントです生産性向上の観点から総需要が足りないから財政出動が必要という説の是非について検証してこの複雑な関係を考えますそれ否定したいってことですかそういうことですねううですさすが高下さんお分かりになるとは <laughs>、えー、もちろんあれですよだから例えば 今の日本が、えー、高度成長期のように、まあ、インフレです、えー、インフレギャップ状況、総需要、厳密には潜在的総需要だけど、総需要に対して供給能力足りません、これデフレギャップです、高度成長期はずあ、インフレギャップですね、高度成長期は常にインフレギャップで、インフレ率大体5%強なんです、はい、GDP デフレーターで、これは強い、消費、はい、者物価だと、多分6、7%じゃないですか。うーんはい だからあれだけの投資があってあれだけの生産性向上率が起きたんでしょという話、はい、で今日本デフレだから供給能力が総需要を上回っててこんな状況で投資をするやついねえよと余計広がっちゃう <laughs> 余計なんか自分,、はい、自分で自分を首絞めるような話、はい、だからデフレから脱却しなさいだそのためには総需要を政府が作りなさい、うん、だから財政出動が必要ですという説を否定したんですなぜでしょう というわけで最初の話に戻りますななるるほどビジネスデフレだったらば中小企業とかがこのまま傷んだ状況だから MA とかのビジネスが活性化するもちろん生産性向上の,その、まあ、生産性向上は投資が必要というのはこれ絶対なんですよ投資が必要でその投資がインフレの状況だと必ず起きますかって言われたらそりゃそんなことはないですよこの状況だって 日本の経営者とかが全然やる気なくってなんか客いっぱいいるけども面倒くさいから生産の能力強化する必要ねえやみたいな感じで投資をサボっていたらそれはまあ生産性向上は起きないでしょうとうん、うん、でも少なくとも高度成長期はこの状況で、はいえー、企業も政府も投資をやったんですインフラ整備して工場建設して人材育成して技術開発してと。 結果あの生産性向上率なんです、はい、あの高度経済成長期の生産性向上率がこの状況でどうやって起きるんじゃと、うん <laughs> うん、ありえないじゃないですか、はい、ありえないんだけどその生産性向上に絡めて要は彼は単に総需要の不足を埋めるという政府の財政拡大を否定したいだけなんですそれは意味ないよって言いたいってことですかそうここ別に埋めたところで生産性向上なんかしないよ とということは実質賃金も上がらないよと国民の給与低いままだよっていう形にこう印象操作をしてそれでデフレ脱却を妨げて自分たちのビジネスに使いたいだけなんですよね日本という国家あるいは国民経済をなんかすごいす,すごいですねうん頭いいでしょうはい思ったり思ったり思ったでしょう <laughs> なんかなんていうの根回しっていうかすごい絡めてでくるんですよ、はい、絡めてはい その宮田工さんの会社の社長なんですよね。<ー>はい。社長ですよ。え、小西工芸、あ、美術工芸かな。<ー>はい。っていう会社の社長なんだけど。あなた社長として。自分の会社の仕事がない。需要もない。これから増える予定もない。はい、設備投資して生産性向上しろって言われてやるんかいと。できない。絶対やらないよね。絶対やらないですよね。ということで、なんだろう。まあ、これ多分あまりにも直感的に分かっちゃうんですよ。 だって経営者なら誰でもわかりますよ、少なくとも。うん、投資その時にしていいか、かし,していいかどうか、で、仕事が全然ない状況で、じゃあ設備投資をなんて人は一人もいねえっていうのは。誰でもわかっちゃうんですよ。それを否定しなくちゃいけないですよ、彼は。だから、なんか断言しつつ、なんか非常にこうあやふやっとした言い方で。うん うん、検証してみましょうとか複雑なかしかもデフレキのあれ持ってきてみたいなデフレキのデータ持ってきて<ー> <laughs> デフレキのデータ持ってきてとか<ー>やってるわけなんですよ嫌な連中でしょはい、はい、ちょっと正直、はい、正直正直 <laughs> 付き合いたくないですよ <laughs> <直>ああいう男とみたいな、はい、でもそうやられてるわけなんですねで、えー、まあか彼がその日本語でね 非常に巧みに、はい、ああいう文章を書いて、それっぽいグラフも使うわけ。うん、信じちゃう。そう信じちゃうでし、はい、信じちゃうんですよ。しかもちょっと難しそうだからよくわからないと。よくわからないあ。でもなんかこのグラフ見ると、まあこのね、このグラフ見ると、まあ確かなんかアトキンソンさん言ってるの、まあそんな確100%じゃなくてもまあ正しいのかなみたいな認識しちゃうんです、まあ。確かに確かインフレ率が上がっていると生産性向上率下がってるな。なっちゃう、うん。というふうにね思わせて。うん やるんですねでこれもう今回ので分かったんだけどまあ、2つ分かったことあるのね、まあ、デイビッド・アットキンソンはとにかくデフレのままでいってほしいんですよ日本にこれが1点目2つ目何かわかるかな 2>, 2つ目、うん、あえて日本人なめてる舐めてる舐めてる舐めてる,舐めてるから例えば私たち私みたいにそのグラフとか事実とか持ってバーンって反応してくるようなことは絶対日本人にしてこないだろうと。 だからちょっと分かんなそうなん断定してちょっとフヤフヤフヤってごまかしちゃえばどうせみんなそれで納得するだろうって感じに思ってるに決まってるんですよ。で実際、あのー、そのアトキンソンに面と向かってそういう反論してるのって、はい、まあ政治家いますよいるけど、まあ、言論人我々だけですよね。 でみんなまあみんななんかうんいやそうだな確かにみたいな感じで騙されちゃあでも政治家の方はいらっしゃるんですかいますよ安藤広衆議院議員がまあ次回使いあの取り上げますけど完全に分かっててそういうこと言っててはいちょっと心強い心強い安藤さんに以外にもいるんじゃないかてかこの話ってすごいバカバカしくて誰でも分かるだろうでしょこんなはいなんで仕事がない状況で生産性向上の投資するんだって言ってるだけなんですよ私は だから仕事いっぱい作れと、そのためにはデブレ脱却だ、そのためには政府の財政出動だと、はい、それをやられちゃう困るんですよ、うん、アトキンソンは、はい。ということでございましてあの、私は逃げも隠れもしませんので、アトキンソンさん、どうぞ私の意見に反論してくださいませ、またお手紙いただいたら、私もまたお手紙を返したいと思います。 コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちららの QR コードまた概要欄からお買いい。求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね